皆さんこんばんは、千尋でございます。レッドデッドオンライン、今日もねやっていこうと思うんですけれども、今日はね、ゲームを、楽しむと、いうことではなくてね、来たる8月、レッドデッドオンラインにも大型のアップデートが入ると、いうことでね、そこで、確か何でしょう、キャラクタークリエイト、ね、じゃないキャラクターのリメイクの機能がね、追加されるということらしいので、多分ねそこでね皆さん多分ベータ時代からね使っていらっしゃるメインのキャラクターなんかもう多分だいぶランクの高いキャラクターになってると思うんで、今更ね、やり直すと、いうのはしんどいだろうということで、ね、多分ねそのキャラのリメイクをねだいぶ心待ちにしてた方が多分多いと思うんですよ。私もその一人です。ちょっとだけ手直ししたいなぐらいなんですけどね。なんですけど、いよいよね、その8月に、次キャラをちょっとね、ちょっと微調整できるだろうということでね、キャラクター、各ね、キャラクターのクリエイトするときにね、この、なんていうのかな、20パターンぐらいから、ベースが20パターンぐらいあって、そこから選ぶわけなんですけども、そのね、20パターン全部ちょっとキャラクリしてみようかと思ってるわけです。でそこでね、できないのもベース次第なんだけど無理なのもあんだけど、美人をね、全員の美人を目指していくと、その中にね皆さんがちょっとおって思うものがあればね、その、レシピもちょっと残していきますんで、ちょっと参考にしていただいて、自キャラをね、美人化させるというちょっと助けになればいいかなと思うんで、ちょっとねやっていこうかなと思っております。ちょっとね全部一気に20パターンできないと思うんで、4つから5パターンぐらいでねちょっと取っていって、それはシリーズ化していこうかなと思っております。というわけで、じゃあ、行きましょうか。ね。プレイ。Okay, you head through there. I'm gonna need your details. よーし、やっていきましょう。名前はもう全員レベッカさんにしますよ。はい。で外見ね、まずは1、で髪型をまずね、顔が分かりやすい、どれがいいかな、これがいいかな、これでいいですね、フルカールポニーテール、髪の色どうしようかな、この感じだと多分白人で作ると思うんで、ちょっと茶色っぽい、感じしましょうか。これずっと喋ってくんの保安官。めんどくせーい。これにしましょう。でね、一番最初にやることね、私はね、化粧の前に、年齢だな。年齢まず下げますと。年齢を、皆さん多分ね、シワを消すっていう目的で多分年齢がどうこうとかあんまり関係なく18に振ると思うんですけども、ここから行きましょうか、でまずね、ライフスタイル、まずこれ全部消してください一回ね、後で好きに個性つけるのはいいと思うんですけど、まずは顔が分かりやすくなるように余計なものを入れない。私の、あれね、コツというか、ずっと喋ってくんだな。めんどくせえな。なんか、オフにしとけばよかったかな。でメイクアップ、メイクアップもね、ここなし、フェイスパウダーなしにして、アイシャドウ大体はね、大体一番
よく映るのがハイライト、うん、ハイライトのこの茶色ね、うん、もちろんこの紫でもいいと思うんですよ、うん、ちょっと暗めの色を入れた方がいいかなと思う。どっち、ここの2つのどっちかだと思うんですよね。私ちょっと茶色でここは行きましょうか。アイライン、あ、ちょっと待って、濃さがあるわ。アイシャドウの濃さ、うん、これね、真ん中よりも上であってね、強めにはいかない感じ、うん、だから4つ目の真ん中ぐらいが多分ちょうどいいです。濃すぎないと思う、うん、ただあんまりね、真ん中に寄りすぎると今度ね、なんだろうな、印象がなくなっちゃうというか、目立たなくなっちゃうね、今度ね、うん。だからあんまり良くない。アイラインはね、まあ変えれるんで、ここは好きに入れていいと思うんだけど、うん。普通のシンプルにしましょうか。でね、どうしようかな。ここね、アイライン結構好み分かれると思うんですけど、あんまりケバケバしくない感じにしたかったら真ん中ぐらいがいいと思います。うん、このね、あたりね、ここで変えれないんですよね、うん、なんでね、ここでしか決めれないわけ、この化粧の濃さみたいなやつ、うん、なんでここで結構じっくり考えてこれ決めてください、うん、口紅も真ん中ぐらいかな。で、私の場合はね、マットじゃねえわ、グラデーションね、グラデーションの、まあ、赤かな。まあ、紫でも白人だと多分似合ってくると思う。でもどれ選んでもいいかな、基本的にはね。色変えれるしね、まずね、床屋さんでね。まずこっから始める。で、まず細かい設定するよりも大まかなところから決めていく。眉毛はね、この細いで、この切り揃ったで、整った。この三つぐらいで選んでいくと多分、いいと思うんですけど、これ結構、遺伝次第では他のが良くなってきたりとか、例えばこの、ね、顔立ちであれば、うん。恋も悪くはないなと。ね。ふさふさも悪くねえなと。うん。ちょっとナチュラルでいいなと。うん。これでも結構キャラとかこの遺伝によってきますけども、大体この3つから選ぶのが、うん、いいと思います。ここはちょっと濃いめにしたいけども、うん、ちょっとね、一回整ったにしておいて、うん、で、目と眉、普通、狭い、広い、きつめ、ドンキ。で、きつめ結構難しいです。きつめの顔立ちにして作っていくの結構なんだろうな、こわもてになってきちゃうかな、うん、柔らかい感じにしたいんだったらこののんきが一番いいですね、うん、のんきか普通かな、うん、でバランス見て広いがいい遺伝も多分あると思う。ここはちょっとね、私、のんきでいきましょうか。で、鼻も結構好み分かれると思うんですよね。私はね、こういう上向きのカーブしている鼻が好きで、基本的にね。うん、だ上向きの鼻を選ぶことはちょっと多いですかね、上向きの鼻。で、口と唇、これ結構ね、これこの整った口、全くみたいな感じになってくるかもしれない。でも唇薄い人が好きっていう人もいるでしょ、うん、そういう人は別にそういうのを選んでいっていいと思います、うん、私の場合はね、ちょっとね、ちょっと厚ぼったい唇が好きなんで、整った口を選択していると、うん、で、下顎と顎先、うん、ここね、もう分かりやすいですね、うん、で、顎なんだけど、これね、顎結構張り気味です。どの遺伝も。まあ、なのでね、結構この引っ込んだ顎を選ぶ人多いんですけど、これちょっとね、やりすぎ感出てきちゃうの。どうしてもね。これ意外とここじゃなくて、狭い。もしくは普通。
から、あの、顎をちょっと小さくしていくみたいな方が整いやすいですね。ちょっと狭いでいきますかね。顎出てるっぽく見えるけど、これ調整できると思う。で、耳も、私の持論としては、まあ、耳を大きくすると顔が小顔に見えるというのありますんで、大きめの耳とか、顔大きいな、この子ってね、ちょっとパッと見思ったら、大きめのを選んでみるといいかもしれない。普通のがでも基本的にはいいかもしれないね。顔ちっちゃくできるんだったら普通の耳のがいいバランスで取れると思う。頬。頬もね、これね、やつれたとかこけたとか、選択するとこう、顔がシャープになるんだけどね、横顔というかね、斜め横の顔がね、ちょっと、なんか薄っぺらく感じたりすることあるんで、気をつけてくださいね、これ。これ後で、まあちょっと、後でお見せしますけど、こここうすると、ちょっと変わるよ、みたいな。一回だからこけた方でやってみますか。でも歯はもう皆さんね、これもう、健康的な歯一択でしょ、みんな。こんな抜けたやつ選ばないよね、みんなね。健康的な歯にしておきましょう。じゃあ、こっから作っていきましょうかね。肌の色。肌の色は白人女性でいきますか。体格。体格はね、可愛らしい子作るんだったら多分細め。ちょっとなんかグラマラスな、29歳ぐらいの女性作るんだったら平均。じゃあ行きますか。カスタマイズできるのからだね。眉の形。これはもう、ね。眉の広がり具合と眉の高さ。ね。2D の調整ですね。これもう、のんきはね、だいぶ高いところに眉毛来てるんで、下げてちょうどいいです。一番下げて多分ちょうどいいかもしれない。で、また広がってもいるんで、ね。狭めてもいいのかな。ただ私は多分これぐらいに取った方が、バランスはいいと思うんですよね。で、眉の高さ。これね、眉間の出っ張り具合ですね。ここです。これはね、ある程度、この、ラインがね、なんつうのか、S 字にね、おでこから鼻にかけて S 字になってるぐらいの方が、多分綺麗、横顔綺麗に見えると思うんです。ただ出すぎてると、なんだろう。フランケンシュタインみたいに見えてくる。うん。わかりやすく言うと、ざっくり言うとね、フランケンシュタインみたいに見えてくるんで、結構これ平均のところがいいのかもしれないね。うん。いいですね、今のところ。目の形。目の形、これね、釣り目か垂れ目ね。釣り目はあんまり選ばないでください。釣り目好きな人いると思うんですけどね。釣り目が好きな人でも、普通の、なんだろうな、目尻と目頭が、まあ同じラインぐらいにあるぐらい選んだ方が多分いいです。それでも釣り目には見えると思うんでね、アイラインの、選び方で。こんなもんすかね。こんなもんすかね。垂れ目でもいいと思うんですよ。垂れ目行き過ぎてるけどね、これ。これぐらいの垂れ目が多分、垂れ目キャラだったらこれから超いい。まあこれ、普通にしときましょうか、ここはね。で、深い、浅い。これ大事です。必ずね、バランス見てほしいんですけど、ほっぺたと、なんだろうな、涙袋の下ぐらいのほっぺた。頬骨があるとこだね。この高さちょっと意識しながら、目の浅さ作ってください。これね、のっぺりした顔になっちゃうんですよ。出しちゃうとね、目を。これ結構気をつけないといけないところで。横顔の綺麗さもちょっとよく見てください。
こっちの方が見やすいな。アメリカ人女性、まあでも全部引っ込めても多分いいな、うん、いいね、うん、ちょっといじっちゃったの。ここか、ここだね、うん、いいですね、うん。で、目の位置、目の位置結構ね、下げると幼げに見えて、上げるとちょっと凛々しくなってくるというか、ちょっと上げすぎたけど、なんていうのかな、いい感じでね、成熟しだした感じ。何言ってんだ俺。違うな。なんだろうな、大人びて見えてくるのかな。うん、うん、そうだね。でこれね、結構今の段階でこれ決めてしまうと、顎を狭めた時にちょっとバランス変わってくるみたいなことがあるんで、あんまりここ決定しないでください。ん？決定するところといえばこの目の広がり具合だね。こういう人いるね。アメリカの女性にちょっといそうだな。こういうちょっと目がね、違和感なく寄ってる感じ。でも私はね、あんまりね、目がくっつきすぎてるの良くないと思って。いいバランスがあるんですよ、ここ。真ん中でもないんですよ。ちょっと広がったとこ。だいたいここら辺ですかね。ここかな。まあ、上下はまだちょっと後で決めましょうか。で、鼻。で、鼻ね、これ、日本人にありがちなんですけどね、鼻狭くしがち。鼻狭くしがちでしょ、これ。これアニメ見すぎて、鼻の描写の線でペッペッって切っただけみたいな。鼻見すぎて、鼻狭くしたら綺麗になるんじゃねえか、みたいなね。錯覚。これ違いますよ。これでも広げすぎても、広げるんじゃなくて、ちょうど良さが、この、顔に説得力出てくるんですよ、この。鼻が狭すぎないっていうの。これぐらいですね。で、鼻なんですけど、これは、後でちょっと顎調整するから、どうかなっていうのあるんですけど、これね、鼻の長さ、ね。縦の長さ、ちょっと強めに取ってください。うん。これまた、後で変わってくるんで。うん、いいね、うん。このね、鼻の下がね、長かったりすると、あんまり、綺麗に見えてこないんで、ここを狭くしたいんですよ。だ狭くしたいんですけど、ある程度狭くしたいんですけど、それ口上げてこなきゃなんないわけです。そうすると顎が、口から、ね、下唇から顎先にかけての長さがちょっと長くなってしまうと、このバランス悪くなっちゃうんで、これね、鼻を下げてくれてるんで、これ大事なんですよ。ここでね、うん、どこだっけ？ここか。ちょっと一回、マックス下げてみようか。鼻の形。これ、右、左。ね、鼻先がね、もう、ぶん殴られて、骨が変にくっついて、ね、鼻がよじれてるキャラ作りてんだって。うん、そういう人以外は真ん中にしてください。で、鼻の長さ、うん。鼻の長さも長くしがちですけども、これ違います。真ん中がいいです。真ん中が、一般的な鼻の高い人の高さですんで、騙されないでください。低い人が好きっていう人はね、低い人でもいいと思うんだけど、ここもうちょうど真ん中がいいわ。これいじんなくていいのかもしれない。この最初の鼻先、鼻先が幅広ね、ここね、小鼻だね。だからね、小鼻を小さくすんのはそんなに悪くないと思うんですよ。うん、アメリカ人の女性作るんだったらね、そういう人結構いますんで。うん。いいね。あと保安官も喋んなくなったね。よかった。じゃあちょっと小さめに作ってみると。で、上下っていうのはこれ鼻の向きだね、これね。うん。下にしたら鍵鼻にできるし、ね。上にしたらちょっと豚っ鼻にできると。アメリカっていうか白人の女性って
豚っ鼻っていう言い方は悪く、ちょっと悪いんですけど、上向きの鼻の人が多いんで、ちょっと上にね、ポイントを置いといた方がいいかもしれないです。いいですね。ここまでいいですね。さて、じゃあ大事な口。で、この遺伝はちょっと唇薄めなんで、ちょっと強めに作っていきましょうか。これね、浅い深い、ね。口の出っ張り具合なんですよ。これもちょっと顎との調整で後でちょっと決めましょうか。で、幅広にすると、薄い唇で幅広にするとちょっとね、逆に違和感できちゃうね。もう狭くしたら逆に。口を印象付けたくても狭くしちゃう。で、これ上にマックス上げてみて、ちょっと行き過ぎてるなと思ったんで下げます。 こんなもんすかね。違和感のない鼻の下。上唇の形、これ厚く狭い。あ、でも狭く取ってるの、厚く幅広でもいいかもしれない。厚く幅広。あ、下唇は厚く狭くしてみようか。ちょっとね、への字口になってんだよね、この人ね。なんで上は厚めに、下は狭めに、作るといいかもしれないですね。で、唇の出具合。で、上唇を出す。出すんじゃなくて、下唇を引いた方がいいな、これな。こんなもんです。こんなもんで引いてください。OK だね。で、顎。顎の形。狭い。広いね。エラだね、この部分をね。狭くしす、ちょっと待ってね、これね、先に、顎の長さ、ここ決めていきましょうか。ちょっと顎、しゃくれ気味の子なんで、マックス下げましょう。下顎の形狭く、ちょっと待って、ここからちょっと顎出してみたら。ああ、なるほど。いい感じになるの、こっちの方が。顎先はまあ狭くていいです。女性キャラなんでね。狭い方が多分綺麗に見えます。で、多分今、高く傾斜、低く傾斜ってありますけど、この顎ね、口の下からね、顎先の長さを調整できますんで、ね、傾斜って書いてありますけども。これでも、マックス短くすると、今度顎の、なんだろうな、顎がない人っぽく見えてくるんで、この感じね。ちょっとだけ顎を足してやって、顎がある感じまで作ってると。いいですね。いいですね。で、顎の出方。これは、あ、そっか。エラーの部分ですね。エラーの部分を調整しましょう。エラーの部分。あんまりね、こう、なさすぎても良くないんですよ。だからこれね、上げた時に横顔を見て、判断してみて。これ、だから上げて、ちょっと広げるぐらいが、バランス取れるんじゃないかな。これでいいね。顎の出方。前に出るか。後ろに下げてくるか。あんまり前、正面からはあんまり影響ないんで。多分真ん中からちょっと浅いぐらいに持ってた方が、全体的に小顔に見えてくると。多分これ、真正面よりも横顔で見た時に小顔に見えてくる感じになるでしょうね。こんな感じでしょうか。
悪かはない。ただ、もうちょっと口がね、もうちょっと厚み欲しい、唇の厚みが欲しいな、この子は。素材としてかなりいい子だね、これね。私初めて今知りましたけど。遺伝1。で、そうだ、目の高さを、顎を調整したんだよ。目の高さちょっと変えましょう。あ、目の色とか変えてなかったんだね。カスタマイズ。目の位置。これね。高さ。ちょっと動いちゃった。下げてもいいな。下げてもいいですね。これぐらい、あのね、頭のてっぺんから顎の先のちょうど真ん中ぐらいに、目の下まぶたが、当たるぐらいのところと考えてます、いつも。ざっくりでいいんでね。しっかり計算して定規で測ってみたいなことはしなくていいと思うね。あ、こんなところだろうなって感じの、で、多分、大丈夫だと思います。いいな。すごいタイプですよ。それで、眉毛もこれで、OK でいいかな。ちょっと一回見てみましょうか。眉毛、他の眉毛。ああ、いそうだな。細いも。切り揃えたよりも、整ったのがいいね、これね。いいですね。さあ、ほっぺた作りましょう。耳はもういじんなくていい。基本的にはもういじんない方がいい。でね、これね、頬骨の形、狭くて低くしてありますね。これ、遺伝によりますね。遺伝によっては一番下げてた方がいい子もいれば、ね、上げてた方がいい子もいる。まあ、だから私の多分ね、平均点を目指、いろんな遺伝で多分目指していくんで、ね、こうしとけばいいみたいな多分ないと思うんですよね。私の、頬骨の位置はここがベストですよ。ね、目のバランスとかね、鼻とか口とかね、全体的なバランスでここら辺に頬骨あったら多分美人に見えてくるんじゃないかなっていうところに、どの遺伝でも目指していくんで、結構ここが変わってくるかもしれない。ね、で、狭すぎても良くないんです。丸みがなくなっちゃうからね、顔に。ね。丸みをちょっととやんないと、今度、頬がこけたように見えてきたりするんですわ。こんなもんすかね。で、頬骨の高さ。高さってね、2D じゃなくて 3D の方の高さですね。こんな感じ。ちょっと一番やってみて、どんなもんなのか、皆さんにお見せできるかな。こんな感じになってますね。だいぶ出てますね。これをね、バランスよく、すると。こう斜めから見た時の顔が美人に見える程度まで落とし込んでやると。どこだった?ほっぺた。これだ。この高さ。ね。多分ですよ。私これね、まつげがね、ピーンと出た時に多分、まつげの出た先と多分、ほっぺたの先の高さが同じくらいかな、みたいな風に考えてるのね。こんなもんかな。こんなもんでしょうね。じゃ、もう一回見てみましょう。横顔で。はい。綺麗ですね。美人だな。1位いいな。悪くないじゃないですか。まあ、こんな感じですね。目の色どうしましょう。グリーンの瞳なんかいかがでしょうか。ちょっともうちょっと淡いグリーンの方がいいな。これか。これだったな。で、
と、いじってないところ。髪型戻しますか。髪型どうしましょうね。あ、これゆるい三つ編み似合うな。これにしようか。髪の色。髪の色でもさっきのが一番いいかな。うん、いいですね。これで決定としましょうかね。まあ他はもうあの顔を作るだけだから、これで OK にしましょう。適当に決めちゃいますよ。これはこれで OK。 テタスもライフでいい。よし、Okay, let's get a photograph. Hold up your fingers. Stay there. きれいですよ。じゃあ残りはあのキャラクターをゲームに落とし込んだ時にどう映るかっていうのを見て次のキャラクターに行きましょう。Now, man, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. よし、じゃあここで見てみましょう。まずは一番ね、どっちに火向かってんだこれ。こっちに火当たってるな。でここでカメラ側に歩いていく。まだ受け口なんだな。そんなことないか。顎でもあれだね。思ってたよりも主張するね。ゲームに落とすと。でもなかなかの美人が作れたよ。うん。いいですね。だこの受け口問題をちょっと解決していけばいいね。顎もうちょっと引いた方が良かったかもしれない、うん、そしたらなかなかのキャラ作れますよこれ、うん、よし。じゃあね、残りの遺伝の方もやっていくんですけども、残りの遺伝はもうなんだろう、レシピと写真撮ったところと、あとね、ゲームに落とした時の完成形だけをお見せしていこうかなと思います。というわけで、どうぞ。
move out. My mistress is waiting for us. さてどうかな。まあ難しい遺伝でしたけども、そう悪くないですね。なかなかいいじゃないですか。なんかあれだね、やっぱちょっと顎が出るんだな。ゲームに落とし込んだら多分あのキャラクリで設定した対応にも多分出ますね、これ。ただ悪くない美人じゃないかな、かなか。そうなん。全部が全部はいけねえぞと思ってたんだけど、ちょっとでもあれだね、ね、二重顎の部分のところの年寄り感をどうにかなんないかな。まあでもそんなに目立ちません。うん、悪くない。次行こう。よし、じゃあどうでしょう。ちょっと赤毛の案的な感じに。どうかな。ちょっと顔立ちシャープになりすぎたかもしれないね。いやでも悪くない。うん。そばかすわざわざ入れてみます。うん。いいね。かわいいね。綺麗っていうよりもかわいい感じに寄ってるな。悪くないです。ちょっと日陰の方に顔入れてみたらどうかな。あんまりこの髪型似合わないのかもしれない、この子は。ただまあそんな悪くないね。
うちのキャラのマチルダと同じ遺伝ですね、これね。タイプ3。いや、悪くないですよ。麦わら帽子に、土入りシャツに、スカート。似合いますね、これ絶対。絶対似合う。よし、じゃあ次行こう。さあどうだ。日向行こう。こっちだね。あら、全然いけるじゃないですか。かわいらしい。思ってたのと全然違う。全然いけますね。この髪型もまた合う。へえ、意外だな。俺、このこっから続く黒人3人ぐらいは、鬼門だと思ってたんだけど。全然いけますよ。まあ、黒人の子ですからね。まあ、主張しすぎる部分がちょっとあるんで、鼻と唇ね。まあ、そこをちょっと抑えてやると。いう形を取ったら、ちょっと日陰になっちゃったな。そういう風にやってみたら、結構いけました。で、ちょっとだけ釣り目気味にして。いいね。かわいらしい。もうちょっとほっぺた丸くしてあげれたらよかったな。惜しいとこですね。いや、でもなかなか合格点ですよ、全然。いけてる、いけてる。よーし。次行きましょう。